お疲れちゃんです、ラットです。というわけで今回もねクラッシュラやっていくんすけど、今日はねこの、フルチンパンゴロゴロデッキやっていこうかなと思います。これで、ね、見るだけで、てか見ただけでやばいデッキ、平均コスト 4.9 でしかも重いし、ダブルてかまあネクロウィザードでもう30しまって、なぜかゴーレム2台っていう、もう意味不明デッキなんですけども、これね日本人の方が、多分獅子神さんっていう方がね開発したデッキなんですけど、若干ツイッターでも有名になってて、というわけでうちのね、僕トレジャーハンターっていうクラブに所属してるんですけど、ポノスのね、去年クララリーグの監督だったフチ監督も、今ね、なんと使ってる超フルチンデッキでございます。ちょっとよくねえな。あんま言えないですけど。で、もう、あれですね。もう絶対王政なんですよ、トレハン。もう、フチ監督が、もう言うこと全部すべてみたいな、もうわがままなんですよね。すごい大変で、めんどくさい地獄みたいなクランなんですけど。まあね、そんな監督が、もうこのデッキをラットをちょっと使いこなしたのを動画に出してほしいっていうね。もう圧力ですよね、監督からの。はい。というわけで、しゃなしでね、今日この、使いにくそうな、ちょっとむずそうなね、デッキを、使っていくんですけども、決してね、暴言チャンネルではないんでね、はい。健全なチャンネルですからね。よいしょ。さあ、相手もゴーレムですね。で、このデッキはね、ちょっと、本当にむずそうですけど、まあ、ゴーレムの後ろにエリゴレつけることさえできれば、あとは多分タワー落ちそうなので、まあ、それまでは、耐えの時期かな、時間、はい。残り1分。延長タイムなれば、てか後半入れば僕の流れは来ると思いますので、てかもうウィザードね、ダクね、30死っていうので、こういうとこにね、ライトニング打ってくれると、てかまあどれかがいけるって感じですよね。よいしょ。さあ、なので、まあ一回ここは待ってもいいんじゃないでしょうか。ここ待ってからの、ケツエリゴレからの、端前30シッチュチュチューンで、サタが勝ちましたね。だって、ライトニング使って、普通に考えてここで、ゴレが回ってないので、ユニットで来るんで、これを全部美味しくいただくことができます。さあ、来ました。ここだって、メガゴもベビドラも美味しくいただけます。そして、まあ、暇なので、逆サイにスケルトン部隊攻めます。こうすることによって、タルババとかはね、そう、ウッド使わせて、さあ、ここの防衛相手はできませんよ、というわけで、ミニペッカで綺麗に防衛されてますが、まさか、いや、ワンちゃん。さあ、タワー落ちる。そして、ここで手を緩めずに、もうね、ポッキリ降りに行くのが、このデッキの強さ。行きます。エリゴレが暴れる。ウィザードもいい。さあ、ミニペッカが入る。なんとも言えませんね。そして、三次展開します。からのエリゴレで、平石、あ、でもこれは、平石も何もいらないですね。今こそ相手が4ぐらいで、来ます。あ、ザップ使ったらね、まだ来ない。来ます。平石。来ない。外れる。けど、これはもう勝ちましたね。さあ、フルチンパンタイムでございます。よいしょ。負けられましたね、相手は。まあ、こんな感じで、まあ、超重いんですけど、逆に後半に入ってしまえば、相手の中型スペルがね、やっぱ足りなくなるっていうので、意外と、ダクネ編にスペル打ってくれると惜しいですね。ウィザードも30勝もいけるので。というわけの、超ね、重量級なんですけども、意外と強いんじゃないでしょうか。まあ、なんだろうね。高回転マジアチャとかきつそうですね。マジアチャとか処理できるユニットはないので、まあ、あとは、まあ、後半ですね。後半には強い。なんで、前半に逆に大ダメージ受けてしまうと、最後の最後に取り返しのつかないことになるんですけど、初手からそんな攻めしてくる人いるっていうぐらい来ましたね。ここ相手攻めてきたので、もうやっちゃいまーす。よいしょ。さあ、ここはもう片手作ってフルチンパンタイムですね。このね、この攻めができるのが強いですね。よいしょ、柳早く早く早く。前半は、まあ、あんまゴレ出さずに、立ち回って、で、後半はゴレからの、三重四からの、みたいなね、そんな感じでやっていければいいかなと思います。さあ、エリアードを取られるんですけども、その取られたのをウィザードで回収していくっていうイメージですかね。よいしょ。さあ、ここは、ウィザードから展開して、ウィザードにスペル打っ
たせといて30視点回で、まあ最悪タワー結構ダメージ受けたとしてもカウンターでね、エリゴルつけて落とそうっていうのが理想かなと思いますね。さあここは相手がフルでコスト使ってきましたね。多分耐えれますね。バルーン処理しつつさえ耐えれます。ラバーも処理しつつ、さあここですね、このカウンターで、勝ちですね。これ最強戦術いきます。エリゴレスケアミなかなか言えなかった。よいしょ。さあ矢斜めを使う。だが左側入る。あーはーガゴガゴ来た。ちょっと待って待って、これミリピッカー走れ、お前走ってくんね。さあ一発も入らない。そして4ワード上げたことによってピンチになるが、矢斜め優秀。いやー右側これは耐えるしかないですね。てか耐えれないんで捨てます。さあでも今のところ相手のスペルが情けですよね。情けなんで、まあ、一回ここは守りつつ、もう守ってフルカウンターでいきますね。皆さんこれ勝ちますか？残り40秒あるんでこれいきます。もうフルカウンターよいしょ。さあ矢斜めザップでほぼ解けるが、さてはやばいのか。これはさてはやばい。バーバリアンもいるね。バーバリアンもいる。さてはやばそうな雰囲気を醸し出しているものの、勝てないこともなさそうというか、僕的にはなぜか勝った気でいる。さあ、両サイいきます。え、だってこれさ、止まんなくないって。ディガー拾っていく。さあ、あとはバルーンが来るので、ウィザードで防衛すれば、勝ちだと思うんですけど、攻めます。よいしょ。勝ちましたね。さあ。フルチンパンデッキでございますが、まあ、重量級対決には強そうですね。間違いなく。天敵となるのは、高回転の、まあ、あれですよね。マジアチャとか、こう、受けが多いカードが高回転でもあるデッキはきついのかなと思いますが、よろしく！さあ、待ちたいですね。できるだけ。で、まあ、言い忘れてたんですけど、今日ちょっとね、挨拶元気なかったんじゃないかとか思われるかもしれないんですけど、元気なかったんじゃなくてね、最近別に気にしてるわけじゃないんですよ。別に僕そういうの気にしないんで、本当に根に持ってるとかもなんもないんですけど、僕よく裏声になるというか、まあ声がねすぐ高くなるんですよ、こうやってね。なんで、なんかその、まあ、そういう感じのことに対して、やっぱコメントがね、まあ、ためになるわけなんですよ。声、裏返るのキモいとか、低い声で喋ってくださいとか、あるんで、分かったと思って、挨拶低い声でしてくださいってね、とか、あったんで、はあ、今日、元気、情けな感じになってますけど、ただただ、皆さんのね、意見に答えただけですから、僕は別に決してね、はい、泣いてるわけでもないんで、というわけでやっていこうかな。一本取られちゃったけど、よいしょ。いやなんかね、昔からなんですよね、なんかそう声を操れないんですよ僕、声を。そう、よいしょ。そこがねちょっと難しいですよね。本当に、メガナイト、プリンス、ちょっと、相手なかなかゴリーデッキですが、相手なかなかゴリーとか言いつつ、俺の方がゴリーいんですけど、さあ、ゴレのバッカーの強化がされてるので、やば、一体の僕は120ぐらい持っていったの。えぐいね。よいしょ、答えろ。ザップくんな。くんな。オッケー。さあ、来ました。皆さん勝ちました。勝ちました。ゴレ展開からの相手の中型スペル覚えてないんですけど、もうゴレ展開からの30視点回からのエリゴレチンパンいきまーす。よいしょ。あれ、相手もチンパンしてこうとしてますね、これ。さてはこれは、エリゴレ釣りが必要なのかもしれない。いきます。ヒギ、エリゴラ。いけ。オッケー、待って、くんな、ダクプリくんな、ダクプリくんな。お前も飛ぶな、オッケー。めっちゃいい受け、さては。さあ来ました。超チンパンタイムいきます。そしてウィザード系が若干厄介ですが、んこれサタ削りきれない？ちょっと待って、そんなあ、待って、エヒア、エリゴル強い。来ましたね。からのメガナイト踏まれるが、謎のね、3周2周目30しかによって、
すごい微妙な三重心になりますが、いや強い、いや強いぞこのデッキ。来ました12勝、12勝じゃねえ、マルチだった。え、おい、さあやるなと言って、グッドゲームですね。 いいですね、3連勝。まあこんな感じでね、はい、今日はねトレジャーハンターリーダー、そして、去年のねあのポロスの監督フチさんですよね、もう絶対合わせ、あの人に動画出せって言われたんで今日これ使ったんですけども、さあ皆さん使う気になったでしょうか、よければね、使ってみてくださいというわけで、まあ終わります。チャンネル登録ね最近ちょっと伸びてますし、10万人いってからもね毎日投稿も頑張ってるんで、よければねお願いします。ではご視聴さまでした、お疲れ様でした、バイバイ。